あんまり無理してやっても続かないので毎日やるということで、左右ツイストとそのままでやつを20回ずつやろうかな。20回もできるのかな。まっすぐ上げの20回して、左右を15回ずつして50回。11、12。ちなみにこれ体重100キロまで。13、18、19。よいしょ。あ、ちょっとやってみます。あ、これで右と左で15回ずつ入るかな。これ結構しんどい。9分30秒。休憩とかも入れて、まあ、5分以上はやってるとしても10分はやってない。ちょっとどれぐらい続くかわからないですけど、下がなったんですね。ちょっと1週間とか1ヶ月とかに変化があるかどうかというのが、効果が現れるまで体の中に続けています。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
るけど、なんとか感じをこなせるようにやってみました。はい、今日はこれで終わりです。
はい、とりあえずこれで30日間続けました。まっすぐ上げてっていうのを1秒2秒ぐらい止めて下ろして、それを20回、まあ、バランスを保つために背筋もして、腹斜筋ってあるようにこうツイストしながら上げて下ろして、その回数まあ何セットとかしないといけないとは思うんですけど、とりあえず、まあ、みんな勝ったとしても回数も毎日続けるとしても、まあ、大体もう根拠もなく50回しようっていうやると思うんですけど、まあ、それも人によるかもしれないですけど、とりあえず50回っていうところでやってみようと思ってやってみました。こんな感じです。89.5 どうなんですか。こんな感じです。今日はい、こんな感じです。今日やっていきます。効果出てますか。もうもはや何日目か分かりません。こんな感じです。これちょっと変わってますかね。はい、こんな感じです。さあ、こんな感じです。はい、いいですかね。はい、こんな感じ。こんな感じです。はい、こんな感じです。91。前何べったんやろ。最初、10回でも大変やったのが、まあ、次第に慣れてくるっていうのと、まあ、最初はもう本当にもうこう腰とかもきつかったですけど、多分、インナーマッスルとか、腹筋とかも多分インナーマッスルは本当ついてるんかな、多分コアなところは。腰が痛いのは確かに治ってきましたね。最近あんまり痛いのなくなってきたし、まあちょっと極端に出ると全く運動他にちょっとジム行ったり他の運動をしてないのに有酸素運動とか一緒にやったら効果があるかもしれないっていうのと、極端に出とった下腹部の子っていうのはちょっとマシにはなってるかなと思います。けどやっぱり効果を出すには有酸素運動とかもやっぱり一緒に取り入れるとか、まあ、セット数をもっと増やすとかした方がいいかなと思います。まあ、ただとりあえずこれ検証っていうところで別に根拠はないですけど50回っていうのでやってますけど、これ今回ちなみに一番軽い状態でやってましたが、ここをこう上げることによってちょっと高さが変わりますよね。これで多分また負荷量上がると思います。今度はこれ2段階目の負荷量、もう一つ負荷量きついやつあるんですけど、今度はこの真ん中中ぐらいの負荷量っていうので、これで同じセット50回っていうのを30日1ヶ月ぐらいやってみたら変化があるのかないのか、ちょっとそれを検証してみたいと思います。では一番簡単な最初の分はこれで終わりです。ありがとうございました。